8月20日金曜日、おはようございます。モタシテープ株式会社代表取締役のモタシです。今日は PP テープとナイロンテープどちらが強いんですかというご質問がありますので、そちらの方を、この 1.2-25 の PP と 1.25 のナイロン、同規格のテープを使って説明していきたいと思います。まず、こちらの PP ポリプロピレン 1.2×25 という規格のテープは 760T という太さの糸を118本使っています。一方こちらの同じく 1.2×25 という規格のテープは 940T という、太さの糸を118本同じ本数使っています。で、まず強度の説明をする前にこの T、ですね、糸の太さについて説明していきます。ナイロンのこの 940T と、PP の 760T、 こちらのそれぞれの糸太さ的にはほとんど一緒の太さになります。ではなぜこの数字が違うかと言いますと、T、実際にはデシテックスという単位になりますが、1デシテックスあたりの、表し方は1万メーターあたり1グラムという基準になりますので、1万メーターあたり1グラムの時に 1T という、単位を使います。でここで関係してくるのが比重ですね。ナイロンと PP の比重、ナイロンは約 1.212、に対して PP は 0.9、 同じ容積の中で、PP とナイロンを比べると約 1.25 倍、ナイロンの方が重くなりますので、はい、実際にこのナイロンと PP、それぞれ同じような太さの糸を使おうと思った場合には、この太さの単位の部分がナイロンの方が PP よりも 1.25 倍ぐらい大きな数字で表されるようになります。で、次に今度強度ですね。糸そのものの強度、 PP の強度が1デシテックスあたり 0.04 ニュートン、ナイロンの強度の場合は1デシテックスあたり 0.065 ニュートンという数字になりますが、こちらの強度の数字はそれぞれのメーカーさんの方から最低どれぐらい出てるのという中でこの数字を出していただいているので、実際には糸の太さであったりとかロット、あとは色によってこの強度の方はこれよりも上にいってると思います。で今度はテープ自体の強度を表すには、まず糸の太さ、先ほどのデシテックスですね、 T の部分と糸の強度、何ニュートンというところ、それと最終的に何本使ってるかという本数です。まず PP の 1.2×25 のテープの強度を、計算すると、糸の太さ 760T× ことの糸の強度 0.04× ことの糸の本数、118本、合計で 3587.2 ニュートンという数字になります。一方ナイロン、はい、こちらのナイロンは糸の太さ 940T、という太さの糸を、糸の強度 0.065 かけて、使用している本数118本をさらにかけると 7209.8 ニュートンという数字になります。それぞれ比較すると PP とナイロンの、計算上の数字がこちらになりますが、実際には、先ほど言ったように、糸によっても、強度が多少異なるということと、またさらに、この織り物、縦の糸がこのように上下している間を横の糸がこう通っていきますので、全ての糸が均一に張られてない状態です。なので実際にテープの強度を測るとこの計算上の数字よりもかなり下に行きます。はい、でまたナイロンの方は、折った後に熱をかけて染色してテープが縮むということもありますので、PP 以上に、この数字の方は、落ちる傾向にあります。なので、計算上ではだいたい2倍ぐらいの、強度の差が出てるんですけど、実際には 1.5、1.6 ぐらいの強度の差が、出ると思います。まあ、なので
実際にはテープ、PP テープとナイロンテープ、同じぐらいの太さの糸を同じ本数で、折った場合には、ナイロンの方が PP テープよりも強いよということは、間違いなくお伝えできることと、あとは、注意点とすると、PP の場合は特に色によって、強度の方が異なるよ。で、全体的なお話をすると、折り方、そうですね、この糸のウェーブの仕方とかにもよって、強度の方は変わってきますので、計算上だとこのような計算をしますが、実際にはここから2割3割ぐらいの低い数字っていうのがこのテープの強度になります。はい、結論からすると、 PP テープとナイロンテープ、同じ太さの糸を同じ本数使った場合にはナイロンの方が強いよということはお伝えします。はい、それでは今日は、PP テープとナイロンテープどちらが強いのについて説明させていただきました。今日も一日頑張りましょう。